皆さん、こんにちは。私、NVIDIA のシニアスペシャルアーキテクトをやっております、森野と申します。本日は DGX A100、そして DGX A100 をクラスターにしたスーパーポッドについてご紹介させていただきます。NVIDIA は AI データセンターカンパニーとして、近頃、サーバー、データセンター向けアプライアンスとしてのサーバー、およびそのクラスターに対するアクティビティを大きく持つようになりました。一つ GPU コンピューティングと呼ばれる、いわゆる CUDA があって、その GPU 上で汎用演算をするという、そういうアプライアンスとして DGX をリリースしております。で、その中には NVIDIA のキーに対してある、やはり GPU が入っております。この GPU はそもそも、もともとといえばグラフィックスを書くためのもので、その中でのコンピュータグラフィックスにも、GPU は使われており、また皆さんご存知のように、ディープラーニングにおいて、AI 分野において、演算を加速するためのデバイスとしても使われております。DGX という製品群については、2016年に DGX1 という3U の箱がリリースされました。この時代、一番初めの DGX1 にはパスカルという世代の GPU がありましたが、入っておりましたが、それがVoltaにアップグレードされ、そして DGX ステーションが出て、そして DGX2 が出てですね、DGX ステーションではこれ 1.5kW という商品電力の中でオフィスで使える。日本だと 100V、15A の電源で使える。そして DGX2 になると今度は 16GPU です。で、最大消費電力は 10kW という非常にハイパワーなサーバーを提供してきました。で、2020年、アンペア GPU の発表に合わせ、DGX A100、そして DGX ステーション A100 を発表しました。このように、世代を経て DGX という製品が提供されてきております。で、今日はこの中で DGX A100、DGX ステーション A100 にフォーカスしていきます。DGX A100 は 6U の箱でして、このような構造をとっております。簡単に説明してまいりますが、まずは上の方から10枚のメラノックスのコネクト X6 のカードが入るようになっている。つまり、この 6U の箱に対して、非常に高帯域のインターノードのための、インターノードコミュニケーションを実施するためのインターフェースが装備されている。次に、デュアル64コア AMD Rome CPU。に 2TB のラムが入っていると。これ、AMD の ROM CPU が採用されていて、ここで一つ大きなポイントは、PCI Express が Gen3 から Gen4 にバージョンアップしたということで、GPU との帯域も広くなっております。そしてここ、8×NVIDIA A100GPU with 640GB トータル GPU メモリとあります。ちょっとここ見にくいですが、ここの8つの GPU が入っていて、実際には大きなヒートシンクの下に入っているわけですが、この8つの GPU、キーデバイスとして、この DGX A100 のパフォーマンスを支えています。そして次、6×NVIDIA NV スイッチとなります。で、ここにNV スイッチってあるんですが、これ何かと申しますと、この8つの GPU をつないで高速に通信するためのリンクになります。リンクであり、そのリンクを探すためのスイッチになります。帯域としては 4.8TB/s、双方向でそれだけの帯域が得られるところまで高速化されました。これは前のジェネレーションの前の世代の NV スイッチのバンド帯域となっております。もう一つ最後に 30TB の NVME が装備されています。でこれ、実際にはソフトウェアレートで構成されていまして、でこれも意図があります。で結局、すべてのデバイスが PCI Express で接続されていて、その全部のバスがリードライトに使うことができる。つまり、デバイス数だけバンド幅を多く取れるようになっている。そういうふうなからくりがあるためにソフトウェアレートで、そして今回は容量は 30TB に対しました。でちょっとここで、実はNVIDIA DGX A100 の 320GB というのがあったんですが、今でももちろん販売しておりますが、その中で、今回 64GB システムということで、これまず、ここのカードの枚数が9枚から10枚、細かく言いますと、CPU に接続されるデュアルポートのメラノックスカードが1枚追加されております。そしてメモリも、ここは 340GB のシステムに比較して、2TB の倍になっております。で、ここはもう一つ大事なポイントで、NVIDIA A100 のメモリが、1GPU あたり40から80ギガになった。これで 8×64 ですね。8GPU で 640GB のメモリを提供が搭載されるようになりました。で、この 30TB、これは320GB のA100 のバージョンと比べますと倍になっております。まあ、単純に申し上げますと、この NVIDIA DGX A100 の 640GB システムというのは、既存の DGX A100 に対するすべてのオプションを追加して、かつ GPU のメモリが倍になったというふうにご理解いただければよいかと思います。この NVIDIA A100 の 80GB という製品がリリースされましたが、まあ、これ昨年の5月に NVIDIA の A100、40GB としてリリースされたもののメモリが増量された倍になった製品となります。で、実際には数値演算の性能などは変わりませんが、メモリが 80GB になり、HBM2E になったことで、メモリの帯域が広くなっています。で、2TB/s まで達しました。まあ、一つポイントですが、40GB のバージョンに対して、容量が増えただけではなく、メモリアクセスも高速になったというところを強調しておきます。この NVIDIA A100 80GB を使った場合の AI トレーニングについて、これは一つのリコメンダーモデルでの一つの例ですが、まあ、V100、FP16、前の世代の Volta、GPU の V100 の FP16、それと A100、40GB、FP16 と。で、今回の A100、80GB、FP16、この3つ並べてあります。で、実際にここ見てお分かると思いますが、V100、A100 に比べて、まあ、3倍も速い、まあ、数性能でトレーニングを行うことができるようになっています。これ、先ほど申し上げました、メモリ容量、もしくはメモリ帯域の増加は十分に寄与しているわけです。ということで、今日は一番初めに DGX A100 という製品を紹介させていただきましたが、DGX A100 に対して、まあ、640GB という GPU のメモリが増量されたバージョンが発表されたということを、これ皆さんにお伝えしたいと思います。もう一つ、既存の DGX A100 からもアップグレードは可能です。それに、詳細については、弊社およびパートナー様宛てにお問い合わせください。で、合わせて、DGX ステーション A100 という製品も合わせて、発表されました。この DGX ステーション A100 というのは、まさにここに写真で出ている通り、ワークステーションになっております。で、このワークステーションの製品は、まあ、日本では 100V の 15A ですね。普通のコンセントの、まあ、ギリギリの容量ですけど、それで動作するように、設計されております。で、この中には、4機の NVIDIA A100 が入っております。ちょっとここに見えてますね。で、ここでちょっとまた新しいアップデートが1個ありまして、まあ、A100 になったというだけではなくて、まあ、ここの冷却システムも今回は密閉系の、システムになりまして、だいぶ効率が上がったと聞いております。前世代と変わらず、100V、15A で動きますので、オフィスの部屋においてお使いいただくことが可能です。ここ、さらによく見えるようになりましたが、このワークステーション、これ、ワークステーションサイズとしては、4GPU を、搭載した初めてのワークステーションであり、最大、先ほどの 80GB ですから、80GB×4 で 320GB のメモリを搭載することができる。そして、GPU 上に搭載していると。そしてまた第3世代の NV リンクにより、この GPU 間で、200GB/s の双方向帯域での通信が可能になっております。で、もう一つ、新しい冷却システム。ポンプ冷却による2段階冷却ってありますが、いわゆる基礎と基礎が混ざった状態での冷却になっていて、しかもこれ密閉型システムになってますので、より簡単に使えるようになっています。ここまでで、DGX 製品の紹介を、まとめさせていただきました。で次は、この DGX A100 と言われるサーバータイプの製品ですが、これを多数使用したクラスターである、DGX スーパーポートについて紹介させていただきます。NVIDIA は、実はこのクラスターというのは、DGX という製品を提供してから継続的に社内に構築しております。まず2016年に DGX 版がローンチした後、社内に125ノードのクラスター、これデプロイされまして、実際にはより多くのDGX 版がデプロイされているわけですが、そのうちの125ノードで、いわゆるトップ500、スパコンのランキングで28位に入る、これが2016年です。で、ここから次に350ノードに増えて、そして2018年には1000ノード、次に2018には 16GPU サーバーである DGX2 がローンチします。で、ここで2018年の11月ですね、ここではもうこの DGX2 という、非常にハイパワーなサーバーを使って36ノードのクラスターが構築されました。このあたりからスーパーポッドというふうな言い方を私たちは意図的にさせていただいております。で、ここで2019年には1800ノード、そして96ノードの DGX スーパーポッドがトップ500で22位に入ると。で、2019年11月では20位ということで、今度 DGX A100 がローンチするのが今年の、2020年の5月になります。でこの時点ではもう2000ノードまで拡張されていて、そのうち、140ノードの DGX A100 を使ったスーパーポッドが実際に、構築されて運用されています。でこの、セレーネっていうクラスターがあるんですが、そのセレーネについては、560ノードまで拡張されて、いわゆるグリーン500、エネルギー効率ですね。で、そちらの方では1位、そしてトップ500では5位という、そういう成績を残しております。ここでくだくだしく説明してきてますが、NVIDIA はDGX をアプライアンスとして提供しております。ですから、クラスターを組む、そのアプライアンスを組み合わせて、というか、多数結合して作るクラスター、それ自体についても、実際に稼働するということを年月をかけて見てきたということをお伝えしたいと思ってこの配置をしております。実際にDGXスーパーポッドが NVIDIA でデプロイされているわけですが、こんな感じの部屋で実際に1ラックあたり4つの DGX A100 がたくさん並んでいるのが見つかると思います。DGX-A100 を集めたこのスーパーポッドというクラスターは、パフォーマンスが出る、そのことを前提に設計する、これ当然のように思われるかもしれませんが、実際、クラスターの構成としては DGX-A100 および、ネットワーク、ストレージから構成されるわけです。でこのクラスターの最終ユニットがスケーラブルユニット SU と呼ばれるこの20台の DGX-A100 から構成されています。そしてこの20台の DGX A100 は、ここの背面のコンピュータ用のファブリック、つまりネットワークで接続されます。で、このネットワークデザインというのも、実際のところ、メラノックスさん、つまり今の NVIDIA のネットワーキングチーム、私たちもワンチームとして働いておりますが、そのネットワーキングチームとの、もう、含めて、Sharp V2、つまり、インフィニバンドのスイッチ上での演算を含めた形で、それが十分に使えるように、考慮されて設計されています。そして、この、SU、スケーラブルユニットを、7つまで並べた、つまり140ノードのクラスターまでは、実際に、もちろん構築されており、そしてしかもその構成および詳細がドキュメントとして、リファレンスアーキテクチャとして皆さんに提供されています。で140ノードのクラスになりますと、GPU は、1120GPU となります。また、実際にストレージへのアクセスも考慮されておりまして、この、外部の、ストレージとの、いわゆる高速ストレージとのアクセス、およびまたそれを構成していくメラノックスの、インフィニバンドのネットワークというのが、まあ、主要な要素になるわけです。で、このようなデザインの中で実際にベンチマークなんかが動いてまして、まあ、実際に AI と HPC 向けに最適化されたクラスターということができます。で実際、このスーパーポッドっていうのは単なるリファレンスアーキテクチャではありませんで、実際にお客様のサイトにおいてデプロイされて、すでにもう稼働しているものもあります。ここにあるようなサイトの皆さんは、もう DGX スーパーポッドをデプロイして、動かすぞというふうに言ってくださった皆さんです。でこのうち、私たちに比較的近い、例としては、ネイバークローバーですね、の、スーパーポッドになりますが、もう、この前、ニュースでも私見たんですが、日本の LINE の方からも、皆さん、技術者の皆さんも、まあ、このスーパーポッドの上で、ランゲージモデルを動かすというふうな話をされていたのを聞いてニュースで見ております。で、NVIDIA DGX SuperPod Solution for Enterprise って言いますが、まあ、簡単に言わせていただければ、DGX A100 っていうのは弊社のアプライアンスです。そして、クラスターを、実際に社内で構築して、そして、もう検証も進んでいて、そこでパフォーマンスが出なければ、弊社のGPU のエンジニア、まあ、ドライバー、とかのソフトウェアスタックを含む、そして、まあ、旧メラノックス、NVIDIA ネットワーキングチームの、エンジニア、これみんな一緒になって、イシューをフィックスして、オプティマイズして、ということで、性能を検証して動かせる状態になっています。で、これ自体が、まあ、逆に弊社の中でそれだけの知見がありますので、これをそのままお客さんのところに持っていくことが可能である。というのが、これ、NVIDIA DGX SuperPod のソリューションということになります。でこれについてはすでにもはや提供を開始しております。実際に何が提供されているかという話になるんですが、弊社としてはDGXスーパーポッドが、まあ、お客様のサイトで動作するというところまでを包括的に支援することが可能です。で1つ目にはDGXセンターのプランニングから、まあ、実際にGPU が動く状態まで。というものを一回り弊社のエンジニアおよび弊社のエンジニアがバックアップする格好で実施することができます。で実際にこれはどれだけの意味があるかという話になるんですが、やはりクラスターの構築って大変ですよね。言わせていただくと、やっぱりハードウェア構成が違ったり、その時期時期でハードウェアが変わっていたり、そこで何かが動かないかもしれない。で、クラスターっていうのはやはり大規模なクラスター、そんなに数が作れるわけじゃないので、その場合、その場合での、そのクラスターに応じてのチャレンジがやっぱり出てくると。例えば、実際にどういうネットワークにしていこうか。実際に、そして、実際に動かしてみたらここがおかしいとか、まあ、そういうことをいろいろ頑張って、トラブルシュートしていかなければいけないわけです。そしてもう一つ、例えばディープラーニングであれば、ディープラーニングに、で使うフレームワークをマルチノードでトレーニングするということがあるわけですけど、これについても、やはりそうやって動かしてみると、それが合っている、合っていない、そういうことも、異臭も発生している可能性があるわけです。で実際、ただ、今回、NVIDIA が提供しているスーパーポッドになりますと、もともとソフトウェアスタックは NVIDIA で最適化されていて、それをまず置いていって、設置することと、もう一つはネットワークをそのように、まあ、実際に構成して、そしてテストして動くこと。そしてさらに加えて、ソフトウェアスタックも、いわゆるスーパーポッドでの検証は行われていますので、まあ、スケールアウトする格好でのトレーニングまでの道筋のうちのなんていうか障壁をもう事前に解消してるんだと。それなので、非常に高速に時間をかけずに、実際の稼働するところまで達することができるということになります。まあ、こういう方ですよね。なので、いろんなステップがあるんですが、まあ、ここは NVIDIA がやったことをそのままお使いいただく形にすることで、まあ、大きく時間を節約することができるようになります。でそしてもう一つ、今日はやっぱりストレージの話として強調しておきたいのが、GPU ダイレクトストレージというのが、だんだんと使えるようになってきています。でこれは何を意味しているかと言いますと、そもそもストレージ、例えばこれ NVMe なんですが、これにアクセスする際、GPU にそこまでデータを送り込む際には、いっぺん CPU のメモリに書き込んで、そこから転送するということを、これまではまあ普通にやってきてました。まあ、これが仮に、GPU から、すみません、NVMe から直接 GPU に、書き込めれば、それでだいぶ効率よくなります。でその背景にあるのは何かと言いますと、CPU 側で、との通信ですね、ここで PCI Express のボトルネックが発生します。しかも、PCI Express、Gen4 ですね、ジェネレーション4に行っても、やはりまだまだ待機がというところはあると同時に、実際に大体まあ雑把に 50GB パーセコンドでのデータのやり取りが双方向で発生するわけです。そうなると、実際にメモリに対する、CPU 側のメモリに対する負荷も大きくなってきて、まあ、逆にCPU 側のメモリ側も、一つのボトルネックになってきかねないという状況になっています。なので、ここをバイパスして、NVMe から直接 GPU にデータを入れることで、非常にシステムとして効率が良くなる。また、ここのCPU で見られるようなやり取りが減るため、直接GPU に送り込むことで、レイテンシーが減少するというふうな効果が期待できます。でストレージ、との間の使い方でも、このような工夫がされるようになってきております。ということで、また、より効率の良いコンピューティングが大規模にできてくる。というふうな、時になってきております。であとはクラスターと言われると、レッドハットでやりたいよねって、まあ、そういうお言葉をいただくことが多いです。で、弊社の方でも DGX A100 のレッドハットにおけるまあ、検証、進んでおりまして、レッドハット7は今のところ、もうレディーとなっております。でまた、8についても、ちょっと遅れておりますが、まだ進んでおりますので、まもなく皆さんに提供できる状態になるかと思います。で今日お伝えしたかったことは、以下3つ、このスライドでの3つになります。DGX A100、去年の5月、2020年の5月に発表させていただきましたが、これが 640GB 版が出たと。で、アップグレードされております。さらに高性能なコンピューティングが可能になりますので、ぜひご検討ください。そしてサーバー、データセンターという世界とはまだ違うオフィスにおいても DGX ステーション A100 がリリースされて、NVIDIA A100 という GPU および DGX という製品としての利用が可能となっております。これの製品としてはもうワークグループサーバーでも個人で使うでもどちらでもいける製品となっております。そしてもう一つ最後に、DGX スーパーポッド。これ弊社がこれまでリファレンスアーキテクチャとして提供してきたクラスターではございますが、これがお客様にも直接お届けできる体制が整いました。まあ、皆さんのどこまで身近に感じていただけるかというところはあるんですが、世の中はこれぐらいまで、GPU のあるクラスターというものを使ってくださる方が本当に増えて、それがまあ一般的な形で設置できるようになっている。まあ、そのことを頭に置いていただければ、私としては非常に嬉しいです。ということで、本日の私の話はここまでです。どうもありがとうございました。